勢のフワちゃんが挨拶してくれてるよ。こんにちは。ね、みんないきなりなんだけど、デリカシーのない男子って最悪じゃない？前回アバンティーズの新人をチェックするっていう企画をやったんだけど、本当にその時はすいませんね、あのセクハラしすぎてね、制限かかっちゃいました。まあその時にアバンティーズはもう紳士じゃなくてお子ちゃま主婦なんだってことが分かったんですけど、今回はそんなアバンティーズよりももっとタチの悪いんじゃないかって思った男子たちにドッキリを仕掛けていきたいと思います。ということで今回の企画はこちら。女の子が出したお茶に怪しい気が浮いていたら男子は注意するのか。もう私のね、周りの男子とか本当にひどいのが、オガちゃんとかね、オガ太ったんちゃうんとか平気でやってくる。そしたら私は、うるせえ中学生って言ってやるのさ。だから今日はそんなデリカシーのない男子たちを集めて、誰が一番最初にお茶に浮いた手を刺激してくるのか、そのタイムを競っていきたいと思います。ということで今日は候補者たちをフワちゃんの新居に呼んで話そうっていう激ゆる企画を称して呼んでおりますので、早速お茶に手を入れて準備をしていきたいと思います。はい、ということで、こちらのカツラの頭の毛を一本抜いて、こちらに入れたいと思います。えい！こんな感じでーす。いや、これは多分結構気づくと思う。こう飲むときに目に入る。ただ理想のリアクションとしては、こう飲んで、いねーさりげなくこう、ちょっとパッと置いてくみたいな。そういうのができるといいんですが、果たしてどうなることやら。それではご覧ください。エントリーナンバー1番、トンツカさん、森本。お誕生日おめでとう。1月9日生まれ。一番遠いわ。え、これ何、今日何すんの？何も聞いてないんですけど。うん、今日は私の新居で、はい、あの話そうっていう企画。話そう？まさかの主体企画。じゃあ待ってね、なんかお茶持ってくるわ。なんか座ってて。はい、失礼します。あ、じゃあもてなしてくれるんだ。あ、でもじゃん。はーい、お待たせしました。嬉しいですね。じゃあ机もないけど、とりあえず飲んじゃってよ。買えよ。机やソファー買えよ。はい、椅子類買ってくれ、まず。ちょ、すいません、すいません。ちょっと、嘘だろ。おい、ゲストだろ、僕。ちょっと見てくれ、修正君。どうしたんですか？長陰毛入ってるわ。長陰毛入ってるわ。おい。おい。お前さ、客人に長陰毛入りティー。いや、嘘だろ。長いもーティー絶対差し出しちゃダメだろ。はい、ノーデリカシーでーす。何が起きている。何の企画。ノーデリカシーはそっちだろ。あ、岡田だ。岡田来た。どうしよう。どうしよう。クローゼットに。クローゼットに。浮気しに来たんか、俺。違う、趣旨変わってくるから。やばい、違う、どうしよう。どうしよう、どうしよう。エントリーナンバー2番、おかちゃん。はい、よかったね、おかちゃんです。こんにちは。あの、本当におかちゃんにはもうずっとお世話になってたから、去年1年間ずっとおかちゃんの家に、もう今日行っていいよなしに勝手に行ってたし。そうやね、勝手におったりしたもんな、帰ったら。あの、お前、オレンジに置いてるトランポリン持って帰るよ。お茶入れてくろ。ありがとう。まあ、このさ、あるやん、このピンとゴム、うちにも散乱してんねんけど、これ何だ。なあ、俺なんか西麻布から表参道に行く道の途中にこのピン止め落ちてた。お前やんけ。お前しか使ったやつおらんねん。お前な、お前、お前ゴリゴリインボ入っとるから。お前ゴリゴリインボ入っとる。
ちゅうねん、お前。ゴリゴリ芋入ってんの、お前。グビグビ飲んだっちゅうねん、おい。はい、ノンデリカシー。苦いの、お前やろ。タイムは5秒でした。これどっち早いか。じゃあ、王者に登場してもらいましょう。お、王者ノンデリカシー王者ー。え、誰そんなんいいの。うわ難しすぎるよ。5秒遅っ。遅いうん。1秒勝手にフワちゃんのストープラも切るし。だいぶノンデリカシーやな。めちゃくちゃノンデリカシーよ。エントリーナンバー3番、ポケちゃん。イエーイ、お邪魔します。ポケちゃん、ただいま。メイドカフェだと思ってる。これ、引っ越しのお土産。マジでわざわざ。やだー、ありがとう。やばい、ポケちゃん絶対惚れないけど。いや、マジでちょっと本当ありがとう。ちょっとお茶入れてくるわ。チアーズ。ジャスミンマスカットティーっていうやつ。うまい。おいしい。うまい。ジャスミンマスカットの味した？いや、そんなせんかった。うっそ。別のやつで白桃ウーロン茶みたいなやつも買って。あ、めっちゃいい。ちょっと飲み比べする。あ、飲み比べしても分からんかもな、お茶が。確かに確かに、うん、で、ちょっとこれ、あの、新しいの入れてくるよ、うん、飲み終わったら。オッケー。全然、もし、あの、よかったら飲んじゃって。あ、オッケーオッケー、飲もうじゃ。あ、ありがとう。すごっ、一気にも飲んだ。おいしい。大紳士、現れましたあ、なるほどね。気づいてた？気づいてた。ちなみにこれはどう言おうと思うタイミングはあったけど、どうでした？いや、言えんかった。はい、ということで、初代ノンデリカシー王は森本でした。イエーイ。そりゃそうでしょ。デリカシーない男子って本当タイム縮めようとしてたぐらい。まあでもこんな男子も本当に嫌だけど、やっぱりお茶に毛を入れちゃう女子の方が嫌じゃない？待ってくれ、案件っぽいぞ。企業案件っぽいぞ。何も聞いてないから。というわけでやってきました、渋谷美容外科クリニックです。そうです、でもね、本当にデリカシーない男子ってダメだと思うよ。その点、私はデリカシーがあるから、ここで脱毛を今からしちゃいたいと思います。やったー、ただただただということで、今回脱毛するのはこちら、お腹でーす。ほんとさ、私いつもさ、こんな衣装でさ、なんか守ろうとしてるのかわかんないけど、なんか異常に毛が生えてきちゃったんだ。かわいい。防衛反応。人間の進化。はい、ということで、あのほっとくとベロ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 ずっと喋ってると思うので、そろそろ脱毛の方に行ってまいりたいと思います。それでは脱毛体験、ヒアウィゴーヒアウィゴー。あ、止まらなくなった。ということで、本日担当いただく旅行マネージャーさんでございます。よろしくお願いします。お願いします。とっても素敵な絵画をイメージした門の前に通させていただいたのですが、本日は何から始めるんですか？はい、じゃあまずカウンセリングからご案内させていただきますね。やったー。このように脱毛の前にお姉さんを一人質にしてカウンセリングをします。ケア肌の悩みとかをしっかり聞いて、その後の施術に生かしてくれるんだって。優しい。ちなみに LINE で渋谷美容外科クリニックを友達登録するとお得なキャンペーンが届くから、普通に通うより超お得。おかちゃんも LINE する相手いないときは渋くりと LINE しちゃえば。これから
脱毛でドキドキしてるフワちゃんの絵。ドキドキしてるフワちゃんにスムージーをいっぱい。あー、スムージーをいっぱいプレゼントねえ、やばくない？シブクリではなんとご契約者様全員に美容成分たっぷりのスムージーをプレゼントしてるんだって。まじまざってさより優しいんですけど。あ、じゃあ人参ベース、果実ベース、小松菜ベースの3種類、それぞれお悩みに落ちたコーナーがあるから効率よく綺麗になれちゃうね。あたしこの後森本と代官山でスムージー飲む約束してるけど、すっぽかそう。わあ、すごい。皮膚が直接触れないように清潔なものが敷いてある。こんにちは、アンミカです。このまま来ていただいてもストンとして可愛いんですけど、ここにお腹のところでこうベルトをね、こう差してあげて、こうキュッとしてあげてもすごい広がって可愛いんじゃないでしょうか。アンミカでした。アンミカでした。もしかしてこれでやるんですか？はい、こちらあのレーザーといって、お肌黒い方とか肌色がいや、ブレーザー濃い方でも、はい、受けますので、ご安心ください。と違う。さて、いよいよ脱毛。その前に照射漏れがないようにお腹に線を引いて焼肉の部位みたいに分けます。かわいい。そしてお腹の毛をシェーバーで剃ります。これは普通有料なんだけど、シブクリでは無料でやってくれるんだって。優しい。準備が整ったらいよいよ脱毛開始です。今はまだ間抜けの姿だけど、絶対ツルツルになるぞ。なんで痛くないの？芸人としては致命的。芸人としては致命的。はい、というわけで脱毛終わりましたが、いかがだったでしょうか？はい、ありがとうございます。逆逆逆。それでは脱毛の結果を見ていきたいと思います。まるでアトラクションみたいでした。レポート下手だね、レポート下手だね。最後まで動画を見てくれてありがとう。なんと渋谷美容外科クリニックに来て、フワちゃん TV を見たって言ってカウンセリングを受けたら、これをもらえます。美味しいスムージーにはいろんな効能があるらしくて、カリウムだったりカルシウムだったり、なんかいろいろそんなのがあるので。そしてこれは足をツルツルにしてくれるやつと、これはビタミン C の薬です。みんなも渋谷美容外科クリニックで毛抜いちゃおう。抜くんじゃなくて医療脱毛だから、レーザーで焼くんです。コメント欄より。